皆さんこんにちは、天文チャンネルのトーチです。天望です。おはようございます。おはよう。今日は何していたの？虫取り。今、セミの声がね、めっちゃ聞こえるね。じゃあね、今日はクマセミを狙いに行ってきます。よし、じゃあ早速虫取り行きましょう。はい。セミの声はすごいするね。気持ちいいね。すごいね。マイナス2度。声はすごいするね。セミ？来た？うん。ね、パパ、ちょっとさ、私まで抱っこして。抱っこ？うん。ちょっと待ってね。取れるんだよ。どこらしい？うわ、あれ。あ、いた。あれだ。すごい。こんなにミーミーって言ったっけ。捕まえた。よし、見て。おー、セミゲット。すごい。よし、また捕まえよう。よし、捕まえよう。よし。はい。なんか捕まえた？逃げられた。いました。ほら、これ。そう。あー、逃げちゃった。早い、一瞬ですね。見た。逃げられた。やっぱり朝来た方がいいね。そうだね。そっち。どうした？捕まえた。捕まえました。すごい、めちゃくちゃ。さっきのもそうだけど、網から取るのがちょっと難しいよね。どうした？遊び。あ、そのまま直接手で入れる？うん。おー、すごい。それは何で見る？マジで。マジで。ササッと入れても無理だ、これは。やってみ？逃がしちゃってもさ、また捕まえればいいから。頑張れ。よし、できた。よし、取れました。見せて。ほら、全員仲間だ。クマゼミ。狙いのが2匹取れた。今日そんなに暑くないね。うん。ただ湿気がすごいね。うん。さっき虫取り楽しい？うん。どういうとこ楽しいの？なんかね、自然に虫を捕まえれるっていうの。
こうやって公園に取りに行くのもさ、うん、楽しいよね。うん、セミの見分け方、うん、まず、そのまでには、うん、ここが、このなんかオレンジの丸いところがあるとオスなんだって。あ、そういうことね。うん、セミの、あれだよね、オスが、うん、ミンミンって鳴くのはオスなんだよね。うん、あと、これ、羽見てわかるんだけど、うん、色は透明なんだけど、うん、肘の線が緑。ああ。ちょっとクマゼミ。アブラゼミは？アブラゼミは、ヘビが茶色い。あ、茶色いの？うん。羽の色もね、エキステントなんだ。今度はクマゼミに捕まえてます。はい。ここに、もう一匹が。仲間を返して、ね、よし。二匹、もっと捕まえよう。捕まえる？なんかいた？アゲハチョウ。カマキロール。捕まえた？捕まえた？カマキリ。おら。カマキリ、カマキリ、カマキリ。あ、カマキリいたね。うん、いたいね。虫かごに入れよう。カマキリ、ここ。カマキリ捕まえました。どうだろうこれ。3センチくらい。うん。カマキリです。ちょっと捕まえてこようっと。捕まえてきます。はい。そろそろお昼なんで、うん、今日はとりあえず虫捕りここまでにしましょうか。うん、網壊れちゃいました。網折れちゃったね。いっぱい振ったからね、グキってなっちゃったね。多分テープ巻けば直るから。直しましょう。うん、直しましょうね。そして今日の成績をお願いします。自然セミと、うん、カマチ。セミとクマゼミだね。うん、とカマキリ。うん、カマキリさん捕まえました。はい。一匹はさ、そっち、うん、小さい子にセミ一匹あげたんだよね。うん、楽しかった。うん、どうでした。高いところにもなんかいっぱいいたんだよ。あ、そうだね、セミが結構上の方にいて届かないよね。高すぎて。でなるべく低めに来たやつ狙ったりとか、うん、でたまたまね、下を歩いてるカマキリを見つけたんだよね。うん、で引き続き虫捕り早期大好きだから、また定期的に来ようね。うん、じゃあ今日はここまでにします。はい、また見てね。高評価とグッドボタン、チャンネル登録もしてね。よろしくお願いします。バイバイ。